お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのキョスケバルーンデッキをね紹介していきたいなと思います。で、まあキョスケバルーンって今までこう何度かねテスラ入りのデッキだったり、まあちょっと前だとスケドラハンターのことのねキョスケバルーンとかがあったんですけど、まあ新しくねこの遅延型ですねトルネ入りの、まあ、バルーンデッキがまた生まれましたよというところで今日これ紹介していこうと思います。で、まあ、アイスイズベビー、ボムタワーの、タルババというところで非常にね防衛固めとなってます。なのでけどこれバルーン通らんのんじゃねみたいな、なんかザップとかこう雪玉とか、まあ、バルーンといえばなんかフリーズみたいな、こうまあなんかバルーンを通すためのスペルが基本的にはあると思うんですけど、あとはユニットだとランバーとかだったり、まあそういうねこうバルーンをどうにか通すための、まあ、カードがあるはずなんですけど、今回のこのバルーンはねコウモリですらきついっていうこのザップとかがないので、まあそこはちょっとね普段のバルーンとはまた違ったところになってくるんですけども、まあ、じゃあバルーンどうやって通すのっていうところで、まあこのトルネードの使い方が非常に大事になってくるかなと思います。なんかこうまあキョスケの後ろに基本的にはバルーンを飛ばす形になるんですけども、こうまあキョスケバルーンとか作ってまあハンターとかねこうなんかいい感じにバルーンに当ててきたら、まあ、トルネードで剥がすみたいなとか、こうまあ後半になれば強いんですけども、まあ、その理由としてはこうキョスケバルーンディガーまでできた時に、まあ、キョスケがやっぱ割れるじゃないですか。割れるというか、まあ、爆弾落とすじゃないか死んだ時に、まあ、そこでこうあれですよね、なんか相手のユニットが出てきたところをこのキョスケの爆弾に全部こうトルネで吸ってあげて、まあ、処理するみたいな、まあ、それがちょっとねこのデッキの強みで無理やり通していく。なので、まあ、こう前半はぶっちゃけなんかそんなすごい攻めな感じじゃなくてもいい気がしますね。これだけすごい前半な、うえ、そうなんですよね。さっきこうバルーン飛ばしてすごいダメージ入ったんですけど、前半攻めちゃうとこのカウンターがねえぐい痛いっていう事件、いや痛い、てまあでも相手の名前ゴーレムキングだな。じゃあ僕が勝って僕がゴーレムキングというね名前の座をね奪ってやりたいと思います。なんてクソみたいな考えだよろしくさあというわけで、まあキョスケバルーン組めばやっぱでもこのカードパワーといいますか、その形のね強さがあるので、まあ積極的に組んでいこうかなと思います。で多分終わるんですよね普通なら。でここでザップとかが欲しいんですけど、まあないので、これ最後の最後にね攻め取るね、このキョスケのバカに全部トルネで巻き込むみたいな、まあ、こともありきりという感じで、さあ相手が逆サイドを展開してきたので、まあ、逆にねキョスケ合わせつつ、まあ、ボムタワーも置いて、まじでキョスケのバカでこの後衛を全部処理して、あれですねこう何ボムタワーで、まあ、ゴロを溶かすみたいな、そんな感じですねこれ。よいしょ、ういあ待って、あ入ってね、いやムート入ってんすよね全然止まってない、全然止まってないんですけど、まあまあまあタワーが落とされなければまあいいのでというところで、もうちょっとねこう華麗なる攻めをねお見せしたいんですけども、さあ次ちょっとね、頑張りたいなと思います。なんだろうな、やっぱキョスケがいると相手も対空ユニットはなかなか出しにくいというところで、まあ、キョスケが倒された瞬間にやっぱ空ユニットってこうちょっと爆弾と離れた場所に出てくるもんなんですよね。まあ、そういうのをトルネで、ね、全部キョスケの爆弾のところに無理やり持っていって、でその間にディガーがターゲットを取ってるみたいな、まあ、そういうことができると、まあ、すごい理想ですね。まあ、なので、さっき前半からまあ軽く攻めちゃったんですけど、まあ、ディガー飛ばす必要もなかったかな、さっきのもしかしたら。なんかこう後半になればマジで強いので3倍タイム、そう勝手に作ってキョスケで全部まとめて処理してみたいな、なので本当前半が課題ですね。前半耐えられれば全然もう最強レベルに強いですね、まあ、防衛硬いんでね。そのためにさあ今回相手はスケバレなので迫撃か、まあ、メガナイトかクローンでしたね。はい、さあまあベビードラ出しつつクローンなので相手も多分キョスケとか持ってんすよね。
まあクローン対決かな。さ、ハンター最多、いやこれバルーン飛ばしたいな。多分なんすけど、ハンターとホバリング咲いたら対空ないんですよ。でこれもう端前で止めちゃって、ここでもう全部処理したいな。よいしょ。さあここで、あやばい、いやこれいけるよな。あまあまあまあ、キョスケのね、キョスケの HP ちょっとね難しいですよ謎の言い訳を放っていくんですけど、まあでも言うてタワー全然残ってるんでね。さあ今のバルーンは良きバルーンでしたと。まあハンターとあれですね、あべえこれ1個上だ、うミスった、もう1個上ですねこれ。ハンターとちょっと今寝起きなんでね申し訳ないです。ハンターとっていうことしか言ってねえな。ハンターとホバでしたね、相手の対空が。まあなのでホバリングは言っちゃえばバルーンそんな止まんないので、ハンターをすごい考えて、ハンターさえまあキャスケの爆破に巻き込んだり、こうまあいないタイミングでバルーン飛ばせばほぼダメージが通るよという感じですね。さあ、そういうおしゃれなことしてくるんですね。まあタレ使っていいっすね。ボム置いて、オゲイ。さあまあこうなったらね、相手の攻撃はもう通んないですね。はい。で、バルーン飛ばしても今ハンターいるんで飛ばさずに、まああれですね、空待ってるやつは爆破に当たってほしいんですけど、当たってくれないんですね。で、まあキョスケのトレネに全部巻き込む説はありますよね、ぶっちゃけこれ。早く死んでもらって、ここを、もうこれで、キュイーン、おい、いや、めっちゃ残る。いや、ちょっと怖いですけど、まあ、これを、まあ、攻めの場面でできると、突破できるよねっていう話ですね。さあ、おい、やばい、ワンチャン。クロン、相手外してる。おい、レイズ、危ね。ああ、怖いですね。なんか、怖いですね。普段から、キョスケとか、まあ、使い慣れてる方は、この、キョスケのバカにね、こう全部こう、まあ、トレネでまとめたりとか、すごい得意だと思うんでね、こう、ぜひね、やってほしいところですね。さあ、メガライトニング宝箱を、まあ、4つ集めたいなと思って、マジで、半年ぐらいかな、ずっとこの宝箱2つあるんですけど、開けてくださいってコメントあるんですけど、ちょっと4つ集めたいですね、4つ。なので、でもあと1年ぐらいは、ずっとこの絵だと思いますね。まあ、もうちょっとしたら3つ目ぐらい出てきてくれても良さそうなんですけどね。3つ目出たらね、ちょっとより綺麗になりますよね。メガライトニングところを3つ。まあ、新カードとか出たらその瞬間にね、開けるっていう手も、まあ、結構ありですよね。さあ、今回相手は墓石メガゴなので、まあ、ラバッチャンですよね。そうなんですよね。まあこれはね、さすがにバルーン飛ばしていいと思いますね。バルーン飛ばして、で、僕ラバルこれ結構ね、鬼なんですよね。マッチングが。ベビー、あれのスケドラね、ベビーで処理できたらね、いや、めっちゃいい。ああ、めっちゃいいファイブ打つ。あ、しかもめっちゃいい墓石。あ、マジ？これ取れない、使いたくなかったな。はい、というわけで、まあ、1本はまずおられますね。11なので、まあ、まだ許せるかな。これ、まあ、アイスイズベビーボム取れなれば、多分ラバルもね、全然いけるんですけど、今の相手のファイブがね、さすがにうまかったな。ファイブはね、やばいっすね。よいしょ。アイスイズもやられましたし、僕のベビーもやられましたし、なんなら相手のスケドラが残って、まあもうトルネを使わざるを得ない形になっちゃいましたよね。さあ、こっからはガーイモで行きましょう。アイスイズトルネベビーボームタワーあれば、正直ラバル、いろんな形組まれても守れると思うんで、多分。よいしょ、まあ、キャスキャスでいいかな。いやー、やべー。まあでも相手も今あれなんですよね。ないんですよ。あれが、バルーンがないので、まあ、まだね、耐えれそう。まだ耐えれそう。これ範囲で目隠ししばけねえかな。オッケーオッケー。あれを、まあ、トレネバカーで処理したいんですけど、うわ、全然違うとこ行っちゃった。これもう、ボムのバカーにします。いい。耐える。オーケー！さあ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 。キョスケがな、さっきね、空だけで綺麗に処理されたらめっちゃ辛いですね。あれをなくしたいですね。
なので、まあ、キャスケにバルーン乗せていい気もするんですけどね、早めに。難しいところですよね。相手のメガゴがね、マジで厄介なの、メガゴっちゃんが。これ、バルーン飛ばすだけ、相手から、自殺しに来てくれた。これ、一旦飛ばして、これだってもう、ボムで寄せたら、爆破に当たって、オッケーオッケーオッケー、いい。で、なんなら、オッケーオッケー、キャスケで竹取りつつ、さあ、フルカウンターですよ。いい流れ。で、ワンチャン、ファイボ来い。ファイボ来ない。ファイボ来た。ファイボ来たら来たで、もうチャンス。で、メガゴとかなので、こうメガゴさえやっつけるか、もうこのキョスケの爆弾に3が来い。うわー、スケドラか。1が。うい、来たー。はい、これ、グッドゲームー。いや、これですよ。これ、最後ね、スケドラまで、攻め取るねで、キョスケの爆弾に巻き込めてたら、マジでオシャレだったんですよ。そう、最後ね、あれが、もう一個奥にしとければね、よかったんですけども、まあ突破できたのでいいかなと思います。というわけで、さ、ラバルに勝てたのはね、でかいですね。まあ、インドラ、インドラが多分鬼きついんですよ、これ。インドラに勝てるのがマジで何一つなくて、マジでキョスケの爆破で耐えるとか、アイスイズベビーの範囲でね、溶かすとか、なので、インドラとかに対しては前半マジで芋ですね。前半攻めるだけ、負けそうになるっていうやつだと思いますので、まあ、さっきみたいに耐える、耐える、耐えるでいいかなと思います。で、相手ウォールブレイカーっぽいっすね。なんかボムタワー取るね。だと思うので、バルーン多分飛ばさないっすね、ずっと。ああ、全然違った。あ、ホグワルチェだ。ホグワルチェもう取れねえやんけ。取れねえロケやんけ。まあ、いつかいけるでしょう。というところで、ロケ来んのかな、これ。ちょっと高めにビビ出します。ロケ嫌なんでね。で、これどう受けてくんだろう。まあ、バルキリーでも何でも受けれるか。で、ゴブリン裂いてくんねえかな。まあ、これゴブリンで受けられるんですよ。で、まあ、逆に言うと、僕がボムタワーを置いていけば、相手の攻めは通んない。なんならボムタワー取るの、取るねえなので、相手の攻めも通んない。いやー、でも一発か。僕の攻めも通んない。いや、2発入るんかい。っていうところで、まあ、この2発が痛いのと、まあ、どう攻めていこうかなっていうところですね。なんならこの辺にもロキ削り来てくれたら来てくれたで、すごいいいかなとは思うんですけど、来ない。くー、バルーンを金具起動されたくないですね。金具起動される前に、もうダメージをできる稼ぎたいんですけど、ゴブリンがね、よくねえっすよね、相手マジで。ゴブリンが。これ、なんならロケ誘って、あ、これ金撃起動して、おい、オッケー、ノーダメ。で、ちょっと遅めぐらいにバルーン飛ばして、ちょっとね、なんか相手のこのペースをね、こう崩すというか。ちょっと高め。オッケー、これ入るくね？あー、で、金起動すんのか、普通に。いやー、まあまあまあ。お、やってる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 、戻れ、ナイス。君戻ったよね。と、当たんな。渡るんかい、なんでよね。あ、でもバルーンじゃね、あれ使ったので、これもバルーン飛ばして、で、ロッキー来たらロッキー来たで、このディガをね、いや、ゴブリンで当てられるんかい。ちょっとね、まあ、やりますよね、さすがに。さすがになかなかやるが、もうディガー削りですね。あと、このベビーの受けが相手絶対きついので、よし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 と。ボムタワーに闇ロケットとか来ない限り、まあ、僕が大ダメージを負うことはマジでないと思うんですけど、さあ、そんなね、余裕ぶっこいてると、よくやられるのが僕ですね。よいしょ。いや、いい。お、でも、ロケ使った。ロケじゃない、トレネ使った。これロケ防衛するしかないんですよ。オーケー、このディガーで削っていくで、なんなら、このバルーンの爆破が入ってくれたら超嬉しいんですけど、入らない。さあさあさあ。でもこっちにビビを割くと、相手はこっちにもね、バルキリーとか、あれですよね、ファルチを割かざるを得ないんですよね。なんなら取るね。うい、いや、ワンチャンあるっすね、とかマジ余裕で。いや、攻め取るねしてえな、ファルチ。ファルチずっと生きてやがる。さあ、とか、なんならもう適当に飛ばしていい。で、今ゴブリン割いたので、このディガーがね、刺さります。で、これはさすがにボムか？オッケー。ディガーが刺さってる。ディガーが刺さるだけで勝ち。で、ファルチェは、爆破で、あれ、爆破で？爆破でどっか行ってねえな。で、次、ワンチャン、ハシマイ、バルキリー、ホグ来ますよね。
そうなんですよね。なんかサイクルが1個。あ、やべえ、待って。うわ、危ねえ、危ねえ。ちょっと待って待って、やばいやばい。ちょっとずれてきた、ずれてきた。これ1回無理やりでも攻めて、相手にコストを使わせて、おっ、キョキョキョ。なんなら竹が？いいいい、タルババいる、タルババいる。え、来てくれ、バルーン爆破、爆破。おっ、キョキョキョ。トレネ使った。ファルチェ、アイスイズ殴って。オッケー。来た、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 来た。で、内側ディガーで、多分ゴブリン後ろなんですよね。あれになんかね、読み、なとかザップとか、いろいろ打ちたいんですけど、なんもないんですよね。そう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 。ボムタワー置いて、最強の壁。で、このベビドラの受けが相手は苦しい。で、ディガー咲いた。来た来た来た。でもバルーンも飛ばして、いや、さすがに、あは、いいトルネード。さすがに、うん、これはまあトルネードしっかり完封して、オーケー、ノーダメイ。あん、あ、これ最後。間に合えばね。あの、バルーンのバカダメ、マルチ知らないんですけど。まあまあまあ。というわけで、トルネロケにもね、まあ今回相手がホグだったので、まあ、相手の攻撃がね、通んないっていうところで、まあバルーンの爆破であったり、ディガー削りでね、なんだか勝てましたというわけで、意外と万能ですね。ぜひ、作ってみてくださいというわけで、終わります。キョスケのね、爆破に攻め取るのでできたときは、まあ超気持ちいいんでね。はい、ぜひ使ってみてください。はい、では良ければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もぜひよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。